こんにちは、皆さん一周です。こんにちは,では、火山の癖が地球の最新情報と元気をお届けしております。2月24日のメンバー限定講義は、地球の逆転ポールシフトはいつ起きるかということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマに行きましょう。こちら、地震情報ですね。なんとして、ね、皆さん、珍しい場所で地震が発生したということが新たに判明いたしました。今日の動画では、国内の地震の最新情報をお届けするとと,ともに、今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。 はい。というわけで今日もよろしくお願いします。これは震度7。巨大地震の前兆ですということでね。3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、地震の最新情報。次の震度7が危ない場所。震度7の前兆現象ということでお話しさせていただきます。まさじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。レッスンの言えるのか。それではこの動画を最後まで見ていきましょ とってもよくわかんい。なにせいぜっご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報をお届けいたします。珍しい場所で地震が発生いたしました。事件が起こりましたのは西の島から北に999キロほど行ったところにあります。四国の愛媛県ですね。人口約128万人。面積5676平方キロメートル。西の島2094個分の大きな町でございます。 この愛媛県過去20年間では合計174回の地震がブワっとね、発生しております。これ174回の地震というのは、全国的に見ると地震が少なめな場所になっております。 愛媛で発生する地震はおおよそ南の地震と北の地震に分けることができます。愛媛の地下はフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境です。南の地震はフィリピン海プレートでよく地震が発生し、北側の地震はユーラシアプレート内部でたくさんの地震が発生するという特徴があります。 どうしてここで地震が起こるのか。それはプレート内部に存在する地面の割れ目、断層がブワッとね、ずれ動くことによってたくさんの地震が発生するという仕組みになっておりますね。特に愛媛の有名な断層といえば、中央構造線と呼ばれている大きな断層がありますし、愛媛の南にですね、南海トラフと呼ばれている場所があり、ここで巨大地震が発生するということですね。 そんな愛媛で、この度、新たな地震が発生いたしました。こちらが今回の地震になります。2月21日18時27分頃に、愛媛南部で地下深さ 40km、マグニチュード3.9、最大震度3の地震が発生いたしました。 最大震度3ってどれぐらいの揺れなのかと言いますと、屋内にいる人はほとんどが揺れを感じます。または、ポンズが倒れるか倒れないかの瀬戸内海ということでありましてね、これ気をつけないといけないのが震度3ということになります。今回の地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震ですね。 プレートが引っ張られることによってずれ動く、静断層型の地震が発生したということですね。で、今回ですね、まあ、愛媛で地震が発生したということで、愛媛は先ほどご紹介した通りですね、地震が少なめな場所なんですね。で、地震が少なめな場所で今回の地震が起こりました。 ということでえ、今回の地震は珍しい地震というわけでございます。実はですね、皆さん、そんなこの愛媛でございますけども、将来、震度7が危ない場所があるということなんですね。ということで、今日の本題、次の震度7が危ない場所ということで、お話しさせていただきたいと思います。愛媛県のうち、震度7が危ない場所とは、それは中央構造線ですね。実はこの中央構造線こそが、 次の震度7大地震の候補地の一つでございます。では、この中央構造線についてね、詳しく見てまいりましょう。この中央構造線というのは、日本一大きな断層であるということなんですね。この中央構造線ですけども、ちょうどこの、 赤線の部分が中央構造線と呼ばれている場所です。長さはなんと1 0 0 0トル以上あるどでかい断層なんですね。西側は鹿児島県、そして東側はですね、茨城のところまであるということです,すごいですね、皆さん。で、この中央構造線のうち、オレンジの区間ですね、ちょうど大分から奈良の部分のところ、 ここがですね、皆さん中央構造線の中で地震が起きる場所であるということです。ちょっと拡大してみましょう。それがこちらですね。このオレンジ線のところが中央構造線のうち地震が起きる場所です。このオレンジ色の場所では過去に繰り返しずれ動いた場所でありまして、将来大地震の恐れがある断層になっております。そのような断層を活断層というわけですね。 このオレンジ線のところが中央構造線の中での活断層であり、将来大地震の可能性があるということです。で、この中央構造線では過去に大きな地震が発生したこともあります。中央構造線の大地震といえば、1596年9月1日にマグニチュード7.0の地震が起こりました。そしてその3日後、中央構造線の西側でマグニチュード7.0。 さらに、この地震からですね、北側にあります、6個は地震は断層帯で、この9月4日の、翌日ですね、9月5日にマグニチュード7.5の地震が起こったということで、このように中央高度線周辺で、マグニチュード7クラス地震が3連発起こったというね、とんでもない地震も起こったことがあるということです、すごいですね。 そんな大地震が連発したこの断層で、実はすでにですね、大地震の前兆が出ている可能性があるということなんですね。それは一体どんな前兆なのかということでございますけども、ここで皆様に今日の問題でございます。今日は中央構造線があります。愛媛県の意外な名物とは次の地しうちと一緒かということを考えください。 牛タン、レモン、牛乳。謎の組織の長まんぶチーズケーキを食べる会が作った幻の一品。みかん寿司。宇宙のパワー。さっと一緒を買っていくという考えください。3、2、1。はい、終了です。正解はしてねこれは。 4番のみかん寿司ということであります、ティスミさん。意外にもこの愛媛県みかん寿司が有名ということで、皆さんみかん寿司食べたことある方いらっしゃいますかおいそうですね。はい、まあ余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。震度なの前兆現象ということでね、この中央構造線の前兆現象とは何ですかということですが、実はこれ大きく3つあります。まず1つ目、大地震の確率が高いということ。 二つ目、自信の力が溜まっている。 3つ目、阪神淡路大震災です。一つ見ていきましょう。まずは大地震の確率が高いということでね。特に中央行動線の中で震度7が危ない場所とは、この愛媛県の区間です。ちょうどですね、この赤線のところなんですね。この中央行動線の赤線のところでは、30年以内に大地震の確率が12%ということでね。この12%と聞くと確率低いなって思われた方いらっしゃるかもしれないんですけど、これ全国的に 見ると非常に確率が高い場所になっているということであります、えー、このねそろそろですねこのあたりで、えー、大地震が起きてもお,こちおかしくないということでね気をつけないといけないということですねちょっと感ですみませんそして、えー、全庁その2大地震の力が溜まっているということであります え地震はどうやって起こるのかというと、この断層ですね、プレートの中にある地面の割れ目断層がギャーっとね、ずれ動くことによってえ地震が発生するわけでございますけど、じゃあですね、皆さん、どうしてこの断層ってずれ動くのかということなんですが、その大きな要因の一つはですね、 フィリピン海プレートが断層を押すからなんですね。はい。愛媛の地下ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境です。で、このユーラシアプレートの中に断層があるわけですね。 で、この沈み込むフィリピン海プレートというのはですね、このユーラシアプレートの断層をギギギッと横方向に押しているということです。そして、この断層はですね、プレートによって押されることによって最終的にプレートがですね、ずれ動いて地震が発生するという仕組みになっているわけでございます。で、実はですね、このフィリピン海プレートの横の押す力ですね、断層を押す力。押す力というのは日々溜まっていくということです。 で、この押す力が限界まで溜まりますと、えー、プレートがですね、一気にずれ動きまして、最終的に大きな地震に発展してしまうということです。で、これ、物のですね、例えると、まあ、あ限界まで膨らんだ風船が破裂するようなイメージなんですね。はい。特にこの中央構造線の南にはですね、フィリピン海プレートがあって、フィリピン海プレートが日々中央構造線を押しているわけでございます。 で、この断層にどんどんね、地震の力が溜まっているわけです。で、いつ断層がずれ動いてもおかしくありません。このね、地震の力が限界まで溜まりますと、どんどんですね、ずれ動いて、大地震が発生するかもしれないということです。で、この四国ね、危ないですよということなんですね。 そして3つ目、阪神淡路大震災ということです。阪神淡路大震災というと、マグニチュード7.3、最大震度7の大きな地震でございますけれども、この大地震はですね、6個淡路島断層帯がずれ動くことによって発生いたしました。で、実はですね、この阪神淡路大震災こそが、中央構造線の大地震の前兆の恐れがあるということですね。これどういうことかというと、過去の事例があります。 それが、この、え、1596年に起こりました、マグニチュード7クラスの3連発が起こった事例ですね。今日ご紹介した地震です。で、この地震でございますけども、この南の中央構造線と北の6区淡路島断層帯が連動したという地震だったということですね。はい。ということで、これ、似たようなことが起きるんじゃないかということです。どういうことかと言いますと、 今回の場合はですね、六甲淡路島断層帯で、まずマグニチュア7.3の地震が起こりました。で、その後ですね、もしかしたらこの南の中央高度線が大地震、連動する可能性があるんじゃないかということですね。 はい。すなわち、この中央行動線のどこかの 2000X 年ですね、マグニチュア7クラス大地震が起きる可能性があるんじゃないかということで要注意だということです。というわけで、この中央行動線、すでに大地震の前兆が出ている可能性があるということで、大地震に備えていきましょうということですね。 で、今回のですね、この愛媛の地震、珍しい地震ということで、視聴者様からもご質問をいただいております。ありがとうございます。今回の地震は南海トラフや中央構造線と関係がありますかということですが、これは関係はないですね。今回の地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震です。南海トラフ地震や中央構造線の地震ですね。 これは、まず南海トラフですね、このユーラシアプレートフィリピン海プレートの境界で起こる地震です。中央構造線はユーラシアプレート内部で発生する地震でございますから、今回の地震とですね、南海トラフ、中央構造線は関係ないんだということになります。で、ちなみにですね、この中央構造線と南海トラフの関係なんですけども、もし中央構造線で大地震が起きたらですね、これ要注意なんだということですね。 今日ご紹介した通り、1596年にこの中央構造線及びその周辺で大地震が3連発いたしました。で、この大地震がですね、3連発した、その9年後ですね、およそ9年後、南海トラフで1605年の巨大地震が発生しているケースがあるということでね、ございまして、今後ですね、この、えー、中央構造線で地震が増えた場合、将来もしかしたら南海トラフ、えー、危ないんじゃないかということも考えられるということですね。ほい。 というわけでございました。え地震に備えて参りましょうということですね。また新しい情報が入りましたらすぐお届けいたしますので、情報を見逃さないためにも、ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いいたします。では今日の問題でございます。過去繰り返し地震が発生し、将来も大地震の恐れがある断層を何と言うでしょうか正断層、複材断層、活断層、さっどれでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。 では、ここまでの簡単まとめを振り返ります。まずですね、愛媛で、えー、本、昨日ですね、最大震度3地震が起こりました。珍しい地震でしたね。この地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震です。地震がね、覆面な場所で起こりましたんでね、珍しいということです。そんな愛媛ですが、危険な断層があります。それが中央構造線です。次の震度の候補であるということです。中央構造線はですね、この、えー、このね、長さが1000キロ以上の巨大な断層です。 で、鹿児島から、えー、茨城のところまであるんですけども、茨城ですね、指定しました。で、このオレンジ線のところですね、ここがですね、地震が起こる場所であるということです。で、特にね、ここでは繰り返しずれ、えー、動いた場所で、将来も大地震の恐れがあるということで、活断層と呼ばれております。中央構造線の活断層はここであるということですね。 で、すでに大地震の前兆が出ている可能性があるよということでございます。どういうことかというと、まずね、地震の発生確率が愛媛の区間高いということです。そろそろ大地震が起こってもおかしくありません。そして、この中央行動線をですね、フィリピン海プレートが押しているわけですね。すなわち、これ断層に地震の力が溜まっている、おるわけです。というわけで、これいつね、断層がずれ動いてもおかしくないということで要注意です。そして、過去の事例ですね。まず中央 中央構造線でで地地震震がが連発した後えロッコアジシマ断層帯で地震が起こりましたこのように中央構造線と6個小豆島断層帯が連動した事例があるということですね。似たようなことが起きる可能性があるんじゃないかということです。今回の場合はですね、6個小豆島断層帯でマグニチュナード7.3の地震が起こりましたけども、将来ですね、 え、この中央構造線のどこかで 2000X 年にマグイチを並べクラス地震が起こるのではないか。すなわち、六甲島断層帯と中央構造線、連動する可能性があるんじゃないかということで要注意ですよということです。はい、ということでね、この断層本当にね、危ないので要注意ですよということを絡めさせていただきました。はい。以上が今日の放送内になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイともチャンネルと高評価よろしくお願いします。 に、に、に、2月、<laughs> 2月十4日のメンバー限定講義は、えー、地球の逆転ポーシフトはいつ起きるかということでね、こちらの動画をよろしくお願いいたします。ーーーーーー